このニュースキンというシリーズは自分が過去に撮ってきた、まあ、男性の、まあ、ヌードの写真と男性の、まあ、そのなんだろう身体表現みたいなものが載ってる雑誌の切り抜きとか、あとはその美術館にある、まあ、男性の彫刻の写真、あとそのネット上にある、まあ、男性のセルフィーみたいなものを全部コラージュして、まあ、すごい大きいデジタル画像を作って、でそれを写真と映像で見せるという作品なんですけど、いろんな無数の視点があってそれを混ぜ合わせて世界ができてるんだよみたいな。だんだんまあコラージュでこう男性の体をすごいいろいろ分解したりとか組み合わせていくうちに、なんかまあ性別がだんだん関係なくなっていく瞬間みたいなのがあって、まあ、ただこう肌とか髪の毛とかそういうこう割と表面的なこう物質的なものにこう還元されていって、皮膚みたいな感じとか、まあ、写真のキメとかピクセルとか、なんかそういうものにいつの間にか壁がなくなっていくというか、まあ、溶けていくみたいな境界線が、その作品の中だけじゃなくて、まあ、生きてる中でももうちょっとこう男性女性みたいなものもなんかニュートラルにこう地続きになっていくようなものなのかもなとも思いました。ただの体みたいな感じだから、なんか石があるみたいなのと同じ感じで体があるみたいな、大きい塊の人間みたいなものが撮れるといいなとは思ってます。なんかフィルムと、まあ、そのデジタルみたいなものが混在してて、めちゃくちゃ世界で使われてて便利で簡単で、まあ、誰でも撮れるんですけど、よく考えるとめっちゃすごいみたいな、なんでこの世界に似たものがここにあるのが嬉しいのか、現実じゃなくてみたいな、そういうこう、まあ、プリミティブな喜びみたいなものを考えたいっていうのはあります。写真と映像が、まあ、別個であるっていうよりかはお互いこう補完しながら一つのこう大きいイメージを想像するみたいな、そういう感じですね。